命を何だと思ってやがる。ボタンを押してくだされ。貴様は俺が今ここで切る。ボタンを押してくだされ。俺を誰だと思ってんだ。俺は最強最悪の俺にせたぜ。遠慮なく行かせてもらうぜ。どっちの扉だ。こっちだ。よし。余裕だぜ。どっちの扉だ。よし。1596年6月29日、突如として天空に禍々しい輝きを放つ妖精が姿を現す。波乱の船出。最悪の鬼武者だぜ。鬼ボーナス。双剣ラッシュ継続。左だ。 Thank you.
りだ。よっしゃ。俺は最強最悪の鬼武者だぜ。行くぜ。何があっても。
赤い鬼。南工房天下、比叡山延暦寺に住む謎の僧。天下に蔓延する不穏な空気を追ううちに、秀吉の野望と壮大な計画を知る。醍醐の花見を阻止せぬと、秀吉の家臣である三成を討たんとする。石田三成、君主秀吉の家臣。丁寧な物腰の裏に冷酷非情がほの見える。波乱の船で、これは最強最悪の鬼武者だぜ。行くぜ、何があっても。最強最悪の鬼武者だぜ。行くぜ、何があっても。
俺は最強最悪の鬼武者だぜ。行くぜ。何があっても。あなたごときで
止めることなどできません。として天空に禍々しい輝きを放つ妖精が姿を現す。これは最強最悪の鬼武者だぜ。なんで俺は最強最悪の鬼武者だぜ。行くぜ。何があっても、
の勘が強い。最強最悪の鬼武者だぜ。行くぜ。何があっても。一つだけお願いがあるんだ。桜を見たら、俺を思い出してくれないか。Thank you.
赤い鬼。中だ、左だ、右だ。南工房天海、比叡山延暦寺に住む謎の僧。天下に蔓延する不穏な空気を追ううちに、秀吉の野望と壮大な計画を知る。大悟の花見を阻止せんと、秀吉の家臣である三成を討たんとする。秀吉の家臣、丁寧な物腰の裏に冷酷非情がほの見える。君主秀吉の野望を知った天海とは幾度となくぶつかり合う。中だ、左、右だ。あと12日。中だ、左、右だ。何を企む三成、まさか妖精を降臨させようと。さすがは天海、まこと聡明であられる。行きますよ、諦めなさい。その程度で私は倒せん。私としたことが。中だ、左だ、前、右だ、は。私としたことが。左だ、右だ、来ます。中だ、諦めなくさ。あなたごときでは止めることなぞできません。